おずひさしやし8月12日安政5年11月13日は、江戸時代後期の商人、蔵書家、寄候家、伊勢国松坂の豪商、星家丼屋湯浅屋の六代目当主。陽名は安吉。通称は、新蔵、陽江門。豪は、ま窓。父は、渡航、母は、ひな。ま窓一家こと、ま窓甲風等江戸深川に店を構える。 豪商湯浅屋の六代目として、文化元年、松坂西の省の本宅で生まれる。十四歳で、元売春庭に支持し、国学、和歌を学ぶ。文政五年に家督を継いだ後も栄華に励み、文政十一年春庭が没した後はその軽師である、融合の後見人となって、歌会を取り仕切った。天保八年に家督を婿に譲り家業を退いた後も栄華を続け、 生涯に7万首以上の歌を読む。文政元年久し足映像など40を超える歌広本、カロン書として、カツラ一家ことをお記す。気候家としての久し足は、19歳の時に綴った、吉野の山津とをはじめとして、道の国日記など生涯に46点の気候文を残すが、その作品は友人である、極定馬金をして、大祭主と評価されるほど質の高いものである。 また、久し足は、蔵書家としても知られており、幅広い分野の書籍、数万巻を所蔵した西宋文庫は、極低馬巾、元織のリナが、上田秋成らの自筆本などの貴重な本を多数含む、金星後期を代表する文庫である。馬巾の愛読者であった、久し足は、同郷の友人との村氏の際の紹介により地記となって以降、 八犬伝など作品に対する詳細な批評を馬琴に送る。馬琴もまた久し足の批評に対して丁寧に回答するなど、馬琴三遊の一人として親密な交際を続けた。安政五年、死去。去年五十五。墓所は三重県松阪市のよう見寺。映画監督の小津安二郎は、久し足の異母帝の孫、英文学者の小津二郎は現存にあたる。 元折のりなが記念館、ありがとうございます。